公共局第60番波長長方冒険 I-60 はフランツ・ヨゼフ・ハイドンが1774年頃に作曲した公共局、うかつ者の愛称で知られる。愛称については日本では他にも愚か者やうつけ者、うかつな男、うっかり者、ぼんやり者、うすのろなど CD や出版物によって様々に表記されている。本作は フランスの劇作家、ジャン・フランソワ・ルニャールが1697年に書いた、喜劇、ぼんやりものをドイツ語に本案した、うかつ者のために書かれた、劇気不随音楽、およびフィナーレを作曲し、カール・バール一座によって1774年に、エステル・ハーザで上演されたを、公共曲の形にまとめたものであり、そのため本作は、他のハイドンの公共曲と異なり、全録楽章から構成される。 自筆原稿は存在しないが、古い筆者譜に、うか者、または、喜劇、うか者のためのシンフォニアと中期されている。本作は、ハイドンの生前から非常に人気があり、1774年11月のブラチスラバでの演奏は、大成功を伝えているが、晩年のハイドンはあまりこの作品のことをよく、思っていなかったらしく、1803年に、 マリアテレジア・フォンネア・ペルジチ・リエンがウィーンで本作を演奏するためにハイドンに楽譜を要求した際にはハイドンはヨーゼフ・エルスラー・宛ての手紙でこの作品をフルシジュマーンと呼んでいるはオーストリアの食べ物の名前だが他につまらないものという意味もある大声にファゴット、ホルンにトランペットにティンパに言語部この頃までハイドンの公共曲は ファゴットのパートが独立して存在しておらず、チェロ及びコントラバスの楽譜を演奏した。また、初期の楽譜では、シーカンのホルン、またはトランペットのいずれかが指定されているが、1803年にマリア・テレジア・フォン・ネア・ペルジツィ・リエンに送ったバンでは、ホルンとトランペットの両方が指定されている。ハイドンの公共曲としては他に類を見ない、変則的な録画詳細を取るが、曲は、 劇劇の内容を反映して開逆に富み、また民謡風の部分が多い。序情的で静かな音楽の途中で、ふざけた、茶化すような曲奏が乱入してきたり、火星法の反則が犯されたり、バルカン半島やハンガリーの民族音楽の壮やな一面が誇張されたりと、堅苦しくない性格が何かと打ち出されている。これらは原作となったドタバタ劇の主人公の、 うっかりした性格に関連している。演奏時間は約30分。ありがとうございます。